リンスタジアムでは注目のゲームが始まろうとしています。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。マリーンズのスターティングラインナップです。1番指名打者寺地、2番レフト角中、3番ライトには藤原、4番ファースト安田、5番サードには中村、6番ショート茶谷、7番センター和田、8番キャッチャー田村、そして9番セカンドは小川です。ファイターズマウンドに上がるのは先発の辰。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。寺地が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球空振りです。2球目は何で来るか。さあこれで追い込まれました。さあ3球目は何か。バッターよく見ました。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている角中。先頭バッターの寺地は三振、まずはワンアウト。初球わずかに外れてボール。変化球タイミング合いません。追い込まれています。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ仕留められるか。見逃し三振。ちょっと打てるボールが来なかった感じでしたね。いやそうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振でツーアウトとなりました。まず何を投げてくるか。アウトコースとなってストライク。ワンボールワンストライクです。審判の手は上がらない。ボールわずかに外れています。スライダーできました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。落ちる球できました。スリーボールツーストライクです。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。2回の裏になります。さあマリーンズ、この回は4番から始まります。さあバッターボックスにはマリーンズの主砲4番ファーストの安田を迎えます。昨シーズンは416打数99安打、ホームランは9本という成績でした。スタンドで待ち構えるマリーンズファンに期待の一発を届けることはできるのでしょうか。マリーンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあそうですね、先頭打者が出塁すれば攻撃のバリエーションが増えますからね。まずは打ちました。ボテボテ。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターは5番サードの中村。立つ、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファイターズは立つ、伏見というバッテリー。アウトコース空振りです。2球目打ちました。水野が掴んで2アウト。マリーンズのバッターは6番ショートの茶谷です。昨シーズンは79試合に出場して48安打を放っています。さあマリーンズの下位打線が立つに対してどういったバッティングを見せるのか。2アウトになっています。変化球タイミング合いません。今度は見ましたがこれは入っていました。今度は見極めていきました。見逃して三振です。3アウトチェンジ。
赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スライダー決まりました。次が3球目。いいまっすぐですね。はい、低めのストレート、ストライク、変化球、空振り、ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。赤星さん、バッター陣ここまで手も足も出ないといった感じですが。そうですね、まあ2回り目以降バッター陣がどう対応してくるかですね。なるほど、バッター陣の奮起に期待しましょう。初球は際どいところに来ました。ストライクです。これで連続の見逃し。大きく外れていきます。打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、レフト掴んでツーアウト。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。このプレーは大きいですよね。バッターボックスには9番セカンド小川が入ります。昨シーズンは52試合に出場し20打数3安打1打点、打率は1割5分という成績でした。2アウトになっています。空振り、スピードボールを持っています。これが2球目。連続の空振りとなります。ボールになります。ボールになります。平行カウント、変化球、空振り、スリーアウト、チェンジ。先発タツの好投でまだ一人のランナーも出ていないマリーンズです。マリーンズ4回裏の攻撃になります。先ほどは見逃し三振でした。バッター寺地、前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は積極的にいってほしいです。打ちました。ピッチャーゴロです。上川畑、アウト、ワンアウト。バッターは2番の角中、先ほどはフォークで見逃し三振に倒れました。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。まずは先頭の寺地を打ち取った。ファーストが取る、タッチはアウト。これで2アウト。打順は3番藤原、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。2アウトランナーありません。落ちる球を持ってきました。まあ、球数もそれほど多くありません。打ちました。上川畑、一塁アウトで3アウトチェンジです。赤星さん、ここまで各バッターパーフェクトに抑えられていますが何か対策必要ですよね。球種とコースをしっかり絞る必要があると思いますね。そうですよね。まず1本欲しいところです。今度は見極めました。打ちました。ピッチャーゴロ、アウト、ワンアウトです。先ほどの打席はショートフライ、5番の中村です。先頭バッターの安田を抑えてワンアウトになっています。今日の先発ピッチャーはマリーンズがカイケル、そしてファイターズが立つ、この2人の投げ合いとなっています。さあ勝負してくるのか。見逃し三振。低めを徹底したいいピッチングでしたね。いや、そうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振で2アウトとなりました。際どいコースに送ってストライク。さあ2球目は何か。スライダー外れます。ちょっと手が出ないところですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライク。さあ仕留められるか。これはバットです。三振です。3アウトチェンジ。
配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、マリーンズは代打を送ります。バッターは外。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。先ほどの打席レフトフライの8番田村、まずはワンアウトを取っています。ここまでピシャリと抑えられているマリーンズです。赤星さん、理由というのはいくつかあると思うんですが。まあやっぱり球威のあるストレートです。インサイド落ちました。これはどうか。2アウトになりました。9番の小川ですが、3回裏の打席ではフォークで空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり、マリーンズは先発の辰に対し1人のランナーも出せず7回まで来ました。いろいろな球種を投げてこられて、打者としてはなかなか絞りづらいという形になるんですかね。いや、やっぱり全てはまっすぐなんですよね。まっすぐであれだけのボールを投げられてしまうと、追い込まれてからの見逃し三振が怖いんで、どうしても低めの変化球が来ると振ってしまうんですよね。なるほど、やはりストレートが大切ということですね。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウトです。2番バッター角中、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。立つ、まずは先頭バッターを打ち取っています。バットを出してしまいました。見ましたが、これは入っています。追い込まれました。落としました。外れます。変化球、空振り。しっかりとボールを低めに集めた隙のないピッチングでしたね。いや、そうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振で2アウトとなりました。先ほどの打席セカンドゴロの3番藤原、2アウトランナーありません。今度は振っていきましたが、これは厳しいコースでした。慎重にボールを選んでいきます。よく見ましたよね。インローのストレート、いい打ちました。これはどうだ。立つ、一塁アウト、スリーアウトです。先発の立つ、完全試合まであとアウト6つとなりました。8回の裏、ビハインドではありますが、つないで流れを変えたい場面、マリーンズは代打を送ります。岡が打席に入ります。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。初球空振りです。スライダーが決まります。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。これが10個目の三振となります。バッターボックスには代打の石川。立つ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。まあ球威が落ち始めてますから、しっかり狙っていきたいですよね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。ファウルになります。これはちょっと手が出ないか。いいところに決めました。落ちるボールは、これは外れています。ファウルになります。見送っています。ボール、変化球、空振り。低めを徹底したいいピッチングでしたね。いや、そうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振で2アウトとなりました。アウトコース見送ってストライクです。次が2球目。
ライト方向を流しました。このフライはヒットになりそうだ。ライト前落ちる。これで完全試合はなくなりました。ツーアウトランナー一塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。次が100球目になります。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。赤星さん、まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね、ここまで来ると初球打ち、これはどうか。アウト、ワンアウト。バッターボックスには9番の小川。先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずは先頭の田村を打ち取っています。これで連続の空振りになりました。3球目は何で来るか。見逃して三振になります。しっかりとボールを低めに集めた隙のないピッチングでしたね。いやそうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振でツーアウトとなりました。これで追い込まれました。これは見極めます。次が4球目。変化球空振り。試合終了。マリーンズ痛い完封負け。ファイターズ先発タツコータを攻略することができませんでした。千葉ロッテマリーンズは屈辱の黒星となりました。赤星さん、今日は打線が完全に封じ込められてしまいましたね。振り返っていかがでしょう。まあでも正直ね、こういうやられ方だと気持ちは切り替えやすいと思いますね。そうなんですね。次のゲームにまずはフォーカスしてほしいと思います。勝ったファイターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。